はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いや、久しぶりにね。久しぶりね。サムラ。3度 ?4 度 ?5 度 ?5 度 ?5 度プラス、でかいの1頭。あ、ゴリラね。ゴリラね。そうじゃないか。というわけでございまして、今日は、12月2日。そうです。何の日か知ってますね。マロ君、長野さん。12月2日ですけど、何の日か知ってますね。知ってますね。ジュニアさん、ジュニア君、ジュニア君、今喋りました。あれね。分かってますか。今日は周防さんの回の復活46周年。おめでとうございます。46周年。私生まれも育ちも葛飾柴又というわけで、はい、厚みメロン。あ、そこそっち。何か分かんない。だからフォアさん、何か。厚みメロン。分かんねえよ。これあの紅葉の時にね、愛知県のね、本当に毎年毎年秋になるとね、届けてくれる。ありがたいですね。私生まれも育ちも。いやでも本当にね、46周年本当にありがとうございます。ありがとうございます。去年はね、去年だと今年はね、あのジュニア君とドラマスで45周年のね、ふるさと公演もさせて、出演させていただきまして、はい、ありがとうございました。うわ今切った瞬間、これはちょっと君たち、うん、落ち着いて、変更で、はい、落ち着いて、はい、ジュニア君から、はい、マロ君、はい、マロ君、あ、ちょっと待って、はい、行きます、はい、行きます、大丈夫です、ちゃんとお行きしましょう、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、果汁が、そしてこの匂い、すごいな、本当すごいですね、すごいね、君たち。チョロマさん、これ美味しいとこもらえますか。ですね、早いね。めちゃくちゃ早い。もうチョロマさん。わいで。果汁がちょっとすごいすごい。チュンにやった。これ。まだ味付け贅沢なんだ。すごい。いやでもこれは本当、あのやっぱあれちょうど2週間ぐらいでね、届けていただいてね、お持ちいただいてから、これは最高に熟してるね。チョロさん、美味しいですか。いや、美味しいですか。よかったね。果汁がさ、俺のズボンにさ、ね、ちょっと、あ、ね、肘置きになってあっという間の46周年、ね、もうなんか45周年迎えたなと思ったら、もう46周年になりましたが、ね、ようやく今年の年末年始はコロナ禍もね、入ってて、ただ言えるとちょっと早いと思いますが、ね、しっかり気をつけて、風邪にも負けて、頑張りましょう。これからまたみんなバラバラになります。そうですね、バラバラですね。バラバラ、はい、バラバラ、西日本で、西日本に行くんですか。西日本もあります。年末です。はい、では、ジュエさんはずっと熊本で、はい、そうです、熊本の劇場で頑張ります。よかったね、ふるさとのね、はい、まだ生まれた、育った熊本の方で、熊本で入門して熊本で頑張ります。マル君頑張りますから。はい、相方ちょろまず一人でやってきたら、ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします。また46周年、事故のないように、はい、今年1年、しっかりまた頑張っていきたいと思います。これからも、捜査の場所の会、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。ちょっと何言うかな。